さあ、ベスト4級の最後の試合です。ワンピー側、トマト KP 選手、ツーピー側、ノリ選手、リーダーはアッシュとガト。さあ、焦点は誰を選択してるでしょう。クーラー、クーラー同士の対決です。さあ、京都勢 VS 大阪勢、関西同士の対決、焦点クーラー同士、どういう立ち回りを見せる。カウンターシェルヒットして、クーラーバイツ、クーラー対クーラーはカウンターシェルはたまに使うと、こういうカウンターを誘発させられます。さあ、ジャンシーから NB で暴れて、さあ、ジャンプ投資、さあ、暴発ヒットさせて、クーラーバイツまで、体力はこれで残る。壊してくれて、必死ですが、さあ、どういう風に攻めていく。さあ、ジャンプ投資に引っかかって、通常投げ、飲み合いしてまして、レスティーダス、強気です。クロバイス組めて、さあ、クロバイス出したが、これは読まれていた。さあ、出現時出てくるのはオズワルド。さあ、オズでクーラーを相手にするのはなかなか強い。めくりで組めて、さあ、ジャンプ投資、使って、しゃがみを食らってしまう。投資ヒットして、さあ、前提。さあ、投げを外す。スタンド食らって、さあ、クーラー側は対空の、さあ、前転しっかり禁止で勝っていく。リーダー衆残り1人になってしまった。さあ、ノリ選手はスキルを温存しています。どこで入っていくでしょう。さあ、ようやく相手のクーラー倒していく。ここは短距離でいくか、遅れる女子で、しかしキルは禁止が間に合ってしまう。ポシッとして、インディーから0キロまでしっかり決めていく。これは真なんでしょうか。まだ生きてる。さあ、ここは逃がしたいが、どうする。さあ、リーダー足残り1人、どうする。3キロコンボを決めればまだ夢がある。ジャンプとして早打ち。さあ、壊しは早打ず。さあ、ガトー側は対空いつでも OK というような状況です。さあ、2ボスを出して、さあ、めくりいくか、助け割れしっかりと見ています。画面に騎士するぐらい見てます。さあ、交代決めて、ジャンプフットしまで、ノーリ選手ベスト4進出。なかなかのお手前で。ここはなおこと SDG か裏番長のことを取りたい、大会主催者サイバーカス選手。クローズマネタイキム・クラ、今度はクーラーをしとったクラ・キム・オズ。さあ、ショートクーラーでクーラー。さあ、バイツしっかり落とす。いらない、ポーシからバイツ。さあ、クーラーに引っかかってしまう。投げしっかり外す。さあ、しゃがみ D をレスイン切り返していく。前提からをしっかり投げて、レースピン引っかかってバイツまで持っていく。さあ、プレスでここがキムをシフトして、キムを呼ぶ。ハゲさん、ジャンプ吹っ飛し、これはザワザワ、ちょっとリーチをちょっと圧倒できなかったか。さあ、ここは気持ちを切り替えてやるべきことをやる。ちょっとこれはオズを呼びできなかったか。リーチを発動しておった。マイケンをしっかり買って、さあ、ちょっとワイヤー出なかったか。ダーキャン切り返して、さあ、ダーガースキルケージ2本という状況。これ一発当てれば即死前提見える。ダーキャン、さあ、エンチャーミディやったところに
さらにひっくり返ってしまう。縦に切り返して3へシフトからちょっと切るコンボ見せてしまったか。しゃがみディしゃがみディ。さあゲージはまだ2本あるので、とヒーザ当たってしまってサイバーカズにしましょうです。関西にただいま長期出張中のユーラシア3体、大阪勢のノリ選手、この2人はいつも、モンテカルロで対戦しているとのことですので、身内が入ってくるという感じでしょうか。焦点はオズワルドだ。さあクーラ対オズワルド、さあ大塚が一発入れるか、クーラが勝利しきるかっていう感じですが、どうなるでしょう。さあ開幕。さあ前転をしっかり投げて勝っている。さあ前転通してジャンシージャンシー、下の BA からカーブ投げて遠心、じゃあぶっ飛ばし遠心。さあしっかりと対策を取っている。ジャンシー3A カウンターから、これはエースになった。ドヤ顔してるぞこいつ。ジャンシー当たって、これはスタンコーブで終わってしまったか、終わってしまったか。さあユーラシアさん、ビジョンが出ないと判断したか、これは大会補正。当てみ投げをしっかり外す。じゃあぶっ飛ばし、ここは天竜が使ってしまった、これは痛い。レスリーシートから強プレスで攻め重視、投げる。さあユーラシアさんコンボを決めるかね。なんだちょっと体がちょっと変なになってる。さあ補正気味のサンティーバー当てて登場時ガードしたが、これはキム対ケイダシきつい。さあ飛天脚から砲脚までしっかり決める。最大コンボ取っていって残り3割、クイック前転から投げ、中段はしっかり立っている。コパンからヒートドライブ、ユーラシアさんすごいドヤ顔して。どいつもこいつも